三国時代の大将軍関羽はメカのようなスタイルになり、他の兵で見られる官邸様とはかなり異なっています。高さ2メートルを超えるこの官邸様は台湾中部台中市の新莊市福徳市に屹立しています。その他趙雲、孫悟空もいるそうです。伊豆ものど違っ,ったので特別だと感じ、ちょっと見ていた。 日本からの方も大きくてすごいと言った写真も撮らせてあげたでもなぜ伝統的な心臓がメカの要素と融合したのでしょうかスタッフは次のように答えています大人は病人参拝しに来るが子供はそうしないのでこのメカで多くの子供を病院に引き寄せようとしている。 メカ鑑定様は一機でおよそ6万から10万台湾元の価格ですが斬新なデザインによって異なるイメージを持つようになりました。